子のみんなにアクション仮面から嬉しいお知らせだ。私の豪華サイン入りアルバムを抽選で10名にプレゼントするぞ。どしどし応募してくれ。よし、俺絶対当てるぞ。やったやった。いや、本当に当たるとはな。母ちゃん、俺の写真早く貼ってよ。そういえば最近写真撮ってないわね。よし、しのすけ、これから父ちゃんがビシバシ写してやるぞ。みんなでいっぱい思い出作りましょう。はいはい。どんな写真が撮れるか、ほら楽しみだな。キッズステーション、クレヨンしんちゃん、オラと思い出作るぞ。ボタンを押してね。こんにちは、オラ野原しんのすけ。遊びたいゲーム。遊びたいゲームを三角四角ボタンで選んで丸ボタンで決めてね。吉永先生。おお。ねえしんちゃん。なになに、なんかくれるの？あのね、今度お母さんたちに見せるお遊戯の踊り、覚えていないのはクラスでしんちゃんだけなのよ。いやー、そんなに褒められると照れますな。褒めてないって。それよりこれから練習するわよ。やれやれ、吉永先生のわがままにも困ったものだ。それじゃ先生が踊るのをよく見て順番を覚えてね。おほーい。うさぎのポーズ、クマのポーズ、猿のポーズ、鳥のポーズ。しんちゃん、覚えたかな？もうバッチリだぞ。今度は一緒に踊りましょう。オラがちゃんと踊れるように正しい順番でボタンを押してね。熊のポーズ、うまいうまい。猿のポーズ、うまいうまい。鳥のポーズ、うまいうまい。やったー、しんちゃんできるじゃない。しんちゃん、すごくうまくなったわね。これなら大丈夫よ。オラ、できればもう少し今っぽいダンスがしたいんだけど。例えばどういうの？ラララララ。それのどこが今っぽいんだよ。今回はきちんとできたかな？ワクワク。おめでとう。すごいわ、しんちゃん。うほほー、やったー。ねえみんな、おままごとしない？もっと外で飛んだり走ったり、子供らしく遊んだ方がいいんじゃないかな。あら、おままごとだって子供らしいわよ。それに今日はね、いつもとちょっと違うお話考えたの。聞きたいでしょ、マサオくん。賢くて世界一性格のいい美人 OL が一流企業の社長の椅子に座るまでの感動ストーリーなのよ。美人 OL の役、誰がやるの？もちろん公平に椅子取りゲームで決めるとしますかな。賛成。賛成。賛成。なんでこうなっちゃうのよ。
音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。えい、よし、座ったぞ。負けた。音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。えい、よし、座ったぞ。音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。えい、よし、座ったぞ。音楽が止まったらすぐにボタンを押すんだぞ。ミュージックスタート。えい、残念、座れなかったぞ。これから社長のお話があります。この不況下の日本にあって、さらなる発展のために我が社は。ああ、トールちゃん、ダメダメ、女社長の役なんだから、もっとふーんとか、あ、はーんとか。普通のリアルおままごとの方がマシだよ。そうね、社長がダメなら美しすぎて婚期を逃したおつぼね様の役もいいわね。ねえ、今僕が話してるんだけど。できたかな？ワクワク。しんのすけ、ちゃんとやらんかい。うひ。丸ボタンで決めてね。オラは天才振付師だぞ。石永先生とダンスだぞ。またね。遊びたいゲームを三角四角ボタンで選んで丸ボタンで決めてね。楽しい我が家。遊びたいゲームを三角四角ボタン。おお、じゃあしんちゃん、ママはちょっとお買い物してくるから、ひまわりのこと頼むわよ。泥船に乗ったつもりで任せていいぞ。それを言うなら大船でしょう。ようやく邪魔者が消えましたな。はい、さあひま、思いっきり遊ぶぞ。そろそろ母ちゃんが帰ってくるぞ。急いでお片付けしなくちゃ。これを片付けるぞ。ボタンを押して片付けを手伝ってくれ。よいしょ、よいしょ。はい。これを片付けるぞ。ボタンを押して片付けを手伝ってくれ。はい。これを片付けるぞ。ボタンを押して片付けを手伝ってくれ。はい。ただ
プラ、ヒマの将来が猛烈に不安だぞ。さあ、今回はきちんとできたかな？ワクワク。おめでとう。すごいわ、しんちゃん。うわぁ、やった。四角ボタンで選んで、またね。ゲームを三角、四角ボタンで選んで、丸ボタンで決めてね。ほー。四角ボタンで選んで、丸ボタンで決めてね。おーほー。事件がないわね。平和。でも、春日部防衛隊の隊長としては嬉しいことだな。隊長って誰？もちろん、私。よし、レースで隊長を決めるぞ。ジャンプで越えていくぞ。いろんなボタンを押してみれば。なんでいきなりケツだけ歩きレースになっちゃうんだよ。タマくんがうるさいので、よーいスタート。おならか。うわあ、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 焼いたから持ってきたの。ちょうど俺も帰るとこだったんです。じゃあマサオくん、また明日。しんちゃん、ねえねえ、ななこお姉さん、ほらひらがな読めるんだぞ。じゃあ、あの看板の字読んでみて。り、と、き、やしんちゃんったら、読み方が逆さまよ。やきとり、なんだ焼き鳥か。ではここで、ななこのひらがなクイズ。ほら、燃えてきたぞ。これは何の絵かな？正しい名前を選んで、ボタンを押してね。
キリンだぞ。正解よ。しんちゃんってすごいのね。いやー、当たりますな。これは何の絵かな？正しい名前を選んでボタンを押してね。これはけん玉だぞ。正解よ。しんちゃんってすごいのね。いやー、当たりますな。これは何の絵かな？正しい名前を選んでボタンを押してね。これは目玉焼きだぞ。正解よ。しんちゃんってすごいのね。いやー、当たりますな。ねえ、ななこお姉さん、クイズの商品はないの？目を閉じて、口をあーんして。あーん。しんちゃん、お味はいかが？ななこお姉さんの愛の味がしました。三角、四角ボタンで選んで、丸ボタンで決めてね。ななこお姉さんのクイズだぞ。カードを当てるぞ。魚なんて。おお。何言ってんだよ、しんのすけ。ほら、しんのすけじゃない。ケツだけ星人だぞ。忙しいから、もう行くぞ。あらららーん。アダムくんたら、そんなにオラと遊びたいわけ？僕は今から塾に行くんだ。勉強の邪魔しないでくれよ。オラなんて、塾に行かなくてもバッチリ勉強できるぞ。へえ、大した自信だな。よし、カタカナの問題出してやるよ。このひらがなをカタカナに直してみろよ。よし、これにするぞ。違うよ。考えて、もう一度選んでみろよ。よし、これにすると。正解だよ。このひらがなをカタカナに直してみろよ。よし、これにすると。正解だよ。このよし、これにすると。正解だよ。よし、これにすると。正解だよ。正解はわたあめだぞ。なかなかやるな。忙しいからお先に帰るぞ。うん、また明日。僕までサボって、僕何やってんだろう。さあ、今回はきちんとできたかな。ワクワク。余計なことをしたんじゃないの？なんで？
遊びたいゲームを三角四角ボタンで選んで丸ボタンで決めてね。カタカナなんて簡単だぞ。アイちゃんとツーショットだぞ。母ちゃんのバレーボールだぞ。アスカベ防衛隊の隊長になるぞ。カードを当てるぞ。カタカナなんて簡単だぞ。アイちゃんとツーショットだぞ。アスカベ防衛隊の隊長になる。おお。最近事件がないわね。平和。でも、カスカベ防衛隊の隊長としては嬉しいことだな。隊長って誰？もちろん。ほら、私。よし、レースで隊長決めるぞ。ジャンプで越えていくぞ。いろんなボタンを押してみれば。なんでいきなりケツだけ歩きレースになっちゃうんだよ。タマくんがうるさいので、よーいスタート。ふざけてやっちゃダメよ。なんで？